東海3県の町の自慢を徹底調査。地元自慢ランキング町天。岐阜県下呂市にやってきました。やっぱりね、下呂は自然が気持ちいい。しかも今日見てください、快晴ですよ。雲一つない。一番ベストデーに入りそうなものを、はい、予想してもらって。下呂ですよね、はい、鉄板ですけど、まあ、下呂温泉、温泉街で食べられるグルメ、有名な下呂プリンでしたっけ、ありますよね。じゃあランキングを見せる。はい、せーの、じゃん。あ、うん、下呂温泉、下呂プリン、あ、やっぱり3位にランクイン。ここ行ったことあります。あ、下呂温泉合掌村、はいはいはい。で、飛騨牛グルメはもう鉄板ですね。縄代桜、はい、田んぼの前にあるんですよ。で、田んぼに移るっていう苗。素敵、はい、筋骨巡りというのです。ごめんなさい、知らない。何ですか筋骨巡り。筋骨とは飛騨地方の言葉で、複雑に入り組んだ細い路地のこと。このランキングはウルフィンアプリで募集した情報をもとに、下呂市と飛騨高山エリアの地域密着生活情報誌、月刊サルボボの編集室が作成。地元の情報は誰にも負けないです。下呂市の温泉はもちろん自慢ですが、温泉だけじゃないスポットもぜひ知ってほしいと思っています。堂々の1位は日本三名泉の一つ下呂温泉。3位には下呂プリンがランクイン。温泉の後はプリンで整うという意見も。そして注目は2位と10位。ここに隠された自慢とは。では2位オープン、じゃん。あー、けーちゃん、やった。じゃあけーちゃん食べられるんですか。2位は下呂市の郷土料理けーちゃん。一体どんな情報があるのか、早速聞き込み。待って、よし、キップ。突然すみません、はい、どちらからいらっしゃいました。愛知県の犬山市です。あ、はい、あの今下呂市の自慢を調査しておりまして、はい、で番組で調べたランキングがこちらなんですが、はいはい、ご覧になってどうですか。下呂温泉来て、はい、で朝けいちゃんを食べて、朝ごはんでけいちゃん宿泊したホテルの朝食にけいちゃんがあってと、今から下呂プリンを買って帰る。すごいですね、こうトップ3全部網羅してますね、はい、今日朝も食べてるからやっぱり皆さん朝食べてる。ホテルのバイキングだし、バイキングが入ってたりもします。どうやら観光客の皆さんは宿泊先で食べる人が多いようです。一方市民の皆さんは冷凍にしておいて、はい、そして水に放り込んでおけばいいな、うん、ってことは常に冷凍庫にケイちゃんがストックしてあるんです。そして人が見えた時とか荷物に入れてやったり、うん、お土産にそうそういいなちなみにどれくらいの頻度で食べますか。まあ週1には私は一回食べると思うけど週 1? 時間がない時あれにそのまま片栗粉をつけて、唐揚げにするとか。ケイちゃん唐揚げ好き好き。市民の絶大なるけいちゃん愛がどれほどすごいのか、地元のスーパーを覗いてみると、そこには待って、けいちゃん売り場があります。ここ、ここら辺全部けいちゃん。すごい、さすがゲロ。名古屋市内では絶対に見られない光景です。なんと30種類ものけいちゃんが勢ぞろい。地元の皆さんは一人だいたいどれくらいずつけいちゃん買っていくんですか。5袋ぐらい皆さん買っていくんじゃないかなここで月刊サルボボの沖野さんから耳寄りの新情報。萩原チキンセンターというけいちゃんを製造販売する会社が去年12月にオープンした飲食店、お食事処萩屋けいちゃん。これまでなかった新スタイルのけいちゃんを楽しめます。新スタイルのけいちゃん？あった、ありました。萩屋のけいちゃんお食事処。失礼します、こんにちは。わー、ちょっと待って、想像してたけいちゃん屋さんと違う、おしゃれなレストランじゃないですか。半世紀以上続くブランド萩屋けいちゃんが去年の12月
レストランとしてオープン。お肉も柔らかくて食べやすくて自分好みにできるのが楽しかったです。自分好みって気になる。その新しいスタイルってどういうことですか。ですね、選べるけいちゃんなんですよ。選べるけいちゃん、うん、味が3通りと肉の種類が3通り。味付けは醤油、塩、味噌の3種類。鶏肉は若鶏、親鶏、奥美のこち鶏。つまり 3×3 で9通りのけいちゃんから選べるんです。やったー。じゃあ西尾さんは何を注文しましょうか。ちょっと待ってくださいね。まず味は味噌が好き、はい、味噌、味噌が食べたい、はい、じゃあまず味噌で、味噌若鶏のけいちゃんください。はい、わかりました。ご用意いたします。楽しい。西尾アナは一番人気の若鶏の味噌味をチョイス。うわー、いい香りしてきた。くー、香ばしい秘伝の味噌だれが鼻をくすぐる中、そろそろほら、いい色ついてきましたよ。いい食べ頃ですか。はい、いただきます。うわー、これこれ、若鶏柔らかい、味噌が甘辛くて、我ながら焼き加減も最高です。おいしい。ここで他のけいちゃんも食べさせてもらうことに。親鶏の塩味は、うん、あ、さっぱりしてますね。噛んでいくうちに中からじわじわ鶏の旨味が出てきますね。おっしゃる通りです。これハマりそう。いただきます。あ、いい香り。奥美のこじ鶏の醤油味は、うん、今までで一番ニンニクが効いてますね。柔らかめではありつつちゃんと噛み応えもある感じ。どれが一番とか決められない。全部美味しい。うん、これが多分その地元の方がいろんな食べ方で食べたくなっちゃう理由なんだなって分かりました。ここに来ていろんな可能性がある。そうです、この多様性がこの持つ可能性ですね。うわ、なんかいいですね、多様性がこの持つ可能性。かっこいい。下呂温泉街は足湯巡りもおすすめ。ほっと一息ついたところで行きます。じゃん、渓流釣り、釣り初体験。そうなんですか。はい、釣り人生初。ということで渓流釣りスポットがある小坂地区へ。ここには200以上の滝があり、小坂の滝巡りもお楽しみの一つですが。すみません、こんにちは。ゲロの町の自然の自慢、どんなところだと思いますか。やっぱり水が綺麗でしょ、うん、あとはやっぱり岩立公園散策。この渓流釣りができるというふうに聞いてるんですけど、もうずっと全部誰がやるの。私私がやるの。やってるの初めて。初めてなのか。ダメですかね。じゃあ釣り行くことはないと、もあったかいから、あの自分の家の下の川とかで、はい、子供の頃はやってたと思います。地元の皆さんにとって渓流釣りは身近な存在のようです。そんな小坂地区で月刊サルボボ激推しのスポットへレッツゴー。こんにちは。こんにちは。初めまして、メーテルアナウンサーの西尾七海と言います。はい、西尾さん、この辺りで渓流釣りができるんですか。はい、はい、できます。あ、ここはあの特定漁場で一年中釣りができますので、今の時期やったらアマゴ、イワナ、ニジマス、この3種類の魚が釣れます。へえ、あの本当に竿も持ったことないです、うん、あ、まあ大丈夫やと思います。ちょっと間があったけど。綺麗な川の水で元気いっぱいの魚を育てているのが、飛騨地方の川魚養殖の第一人者、鈴山忠雄さん。ここで体験できる渓流釣りとは。どうぞどうぞ。え、わ、え、これが渓流釣りの場所でございます。綺麗、はい、エメラルドグリーンというか、はい、もうもはや透明。そうです、御嶽山の恵みの水量ですので、これがすごく綺麗。大事なポイントとしては、上流から
このイクラが餌が流れてきましたっていう流れと一緒にこう一緒に流してあげます。え、上流に、うん、もうちょっとそっか、いいですね、そこからでいいです。こっから、はい、いきますよ。あ、初めての釣り、やっ、あれ、あ、それでいいですよ、ね、まあまあまあ、それでいいです。釣り初体験の西尾アナ、果たして、動かすペースは、そう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 、合ってます。まだまだ我慢して、我慢我慢で、ちょっと上げてやります。ちょっと上げる、はい、ちょっと、あ、違う違う、来た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 、ニジマスです。ニジマス釣れました。ちょっと想定外です。ゲロに来たら渓流釣りしなきゃって気持ちになりました。